まあ大丈夫です。うん、ただこれ、あ、動かないか、あ、やば、超動く、これグイグイってね。おおこれはリアルだぞ、リアルあるぞ、これリアルだぜ。そのもう一個のうん、よいしょ、もう、うん、もう一個のあれが気になる、展望台。どっか行けないんだよね、ここ楽しいね。まあ、書いてあったね。あ、水が飲まれてる。あ、綺麗これ、これパワースポットだ。あ、すげえすげえ。何の水かかんないけどね。じゃあ行こうか。うん、これ山帽子って言うんだ。どれ？あ、これ？うん、よし、じゃあ行きましょうか。ささっと。山に付いてる、あれが山なんだと思うんですよ。すげえな、これ。ね、楽しいね。めっちゃ綺麗、見てたの景色。こっからね、見ると。よし、じゃあ行きます。間違えた。最高だな、今日の福田さんもまた。うん。こっち側の冷凍というか、こっち側に付いてて止めちゃうか。ここも繋がってんだ。これ、あ、こっちか、展望台。もう一個の方。なるほど。ここがもう一個の展望台だね。うわ、すごい道だ。うん。よいしょ。安全のため立ち入り禁止したくねー。あ、綺麗。あ、なんか桜だよね、あれ、うん、すげえすげえ。山桜が超綺麗。うん、いいね。今日カメラ持ってこうと思って忘れちゃったんだよ、また。ま、これ全部 YouTube に上げちゃうからね。鳥の鳴き声出すとき、じゃボツボツ行きますか。今何分だ。今4時半、あと30分ぐらいは遊びたいね。あっち、ふう、疲れてきちゃった。疲れない？大丈夫？今のところ起きてる。ちょっと疲れてきちゃった。じゃあ行きます？まあ撮りたい？ね、ちょっと心細い感じがする。誰もいないからちょっと怖いのもあるけど。ほんとそこまでは大丈夫だろ。こんな道知らなかったぞ。あー、しかし腹減ったな。あ、ほんとだ。多分もう展望台的なものはなかったはず。ね。おお、また蹴ったいな。気をつけてちょ。
ヤモリとかいるんだ。まあ、いるでしょう。ヒビって名前の割に足あるんですよ。ね。いや、すごいな、これ。待って。すごいとこに来ちゃったね。うん。新たな魅力を生み出してしまったね。うん。いや、ここ初めてだけど楽しいわ。あ、怖っ怖っ、これこれ、小錦とかその辺りの方乗ったらベってなるよ。宝石、大石重ね、わかんない。いいな、この道好き。ちょっと怖いところあるけど、まあでもそんな怖くもねえか。高額の高さ、あそこの方からもしかして。うん、だと思うよ。もう大丈夫でしょ。ただこれどこなんだろう。あの全体マップがまた欲しい。ここ休憩所その2だね。あれ見るか、山。どっちでもいいよ。これ乗ってるんじゃない？あの乗ってるの。うん。こういうのを作ってくださる方、本当に尊敬しますわ。ちょっと待って、今地図こんな感じだけど、うん、これ見て、こいつしていい？これも行くと違う方向行っちゃうんじゃないの？こっち行っちゃわない？大丈夫じゃない？あ、ちょっと待って、いやいや、うん、待って、女体さんこっちだよ。女体さんこっち？え、見てる、こっちだよ。でもくるって回るって書いてあったよ。とりあえず、うん、行ってみよ。なんかぐるって回るって書いてあったけど。あ、だったらいいのか。うん、あのケーブルカーのとこね。そう、そう、そう、行ったよね。うん、だってよね、一瞬これ違う道出されるのかと思ってた。違うの。はぁ、あ、うん、あ、これか、大石重ねって。あ、いけるいけ、疲れずに小石を持って登山すれば、捕まれずに登れずに罪は過ちも消えると言われています。南大山、女大山の石を拾って神棚にあげておい、お祈りすれから授かると信じられています。石は不思議な力を持っていると考えられています。神棚を集めた石の山でしたって。ああ、前々から持ってこいって話か。うん、持ってこないでいこう。なるほどね、すごい。左側に釘跡があるの、ここに。ほんとだ、道があるんだよ、ちゃんと。うん、分かった、この踏み跡がこっち行く道だよ、多分これ。ちょっと待って、よいしょ。これなんじゃ、この道標とかこっち方面行く、うん、感じだよね。でもこれだってぐるって、あ、あったあった、うん、でしょ。分岐が全然出てこないから不安になる、ここ。出てきた、出てきた、うち。あ、そうそう、だこれが、これが欲しかったんだよ、これ。これ薬王院なんだ。また薬王院が出てきた。こここう行って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 で、ここに行けると。あー、はいはいはい、奥から回れるルートね。上がりました、上がりました。うん、薬王院ってな、あるんだ。まあ今日は行かないけど、さすがに 2.5 キロは無理だわ。薬王院、
こっち夜行員らしい。うわ登るぞこれ。うん無理無理。いや多分無理だと思う。3時間とかっていう感じ。